来年はチャンピオンになったんだ。来年は応援してくれてる人全員に恩返しできるように、いろんなイベントやりたいですね。子供たち憧れる存在になりたかったんですよ。今声優のヒーローを見てるんだなって思ってもらえる選手になりたくて、そしたら子供たちが将来千代選手みたいになりたい、将来ああいう人間になりたいって思ってもらえれば、多分格闘技のイメージって変わると思うんですよ。みんなにとってヒーローを見たかったんですよ。タイトルマッチを組んでほしいです。もし納得いかないんだったら、フレブリ選手、高尾選手、牛久選手、朝倉選手、そこら辺の人と一戦やらせてください。